セオドア,アーマール・ライオンズは、1920から1940年代に活躍したアメリカ合衆国、ルイジアナ州レイク・チャールズ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。ニックネームは、サンデー・テリー。1923年7月にホワイトソックスに入団。翌年から、先発ローテーションの一角を担う。ライオンズはいわゆる打たせて取るタイプの投手で、すべてのキャリアを通じて、 シーズンの脱散進数が80を超えたことが一度もなかったが3年目の1925年には21勝1927年には22勝を上げて最多勝投手に2度輝いているまた1926年の8月21日にはノーヒットノーランを達成その時の試合時間はわずか67分だったその後1931年に4勝と成績が 落ち込んだ以外は、毎年コンスタントに二桁勝利を上げる安定した活躍を見せていたが、30代後半に差し掛かる1935年頃から、当番の回数は徐々に減っていく。1939年、当時、ホワイトソックスの監督だったジミー・ダイクスは、38歳になっていたライオンズを、日曜日のデイゲームごとに当番させるようにした。サンデー・テディのニックネームはここから来たものである。 この日曜日ごとの当番作はこうを奏し、ライオンズは38歳から41歳までの4、シーズンすべてで2桁勝利を挙げ、この4年間の通算で52勝30敗の成績を収めることができたばかりか、1942年には防御率2.10を記録、41歳で最優秀防御率投手にまでなっている。第二次世界大戦での現役中断を挟んで、 1946年には45歳で5試合に、当番、同年現役を引退する。通算の勝ち星は260勝だが、当時ヤンキースの監督だったジョーマ・マッカーシーは、もしヤンキースで投げていれば400勝以上はできただろう、とライオンズを評していた。引退後ホワイトソックスの監督を務めるも、1948年に101敗を、喫して退任。その後は、 投資コーチとして1949年から1952年までデトロイトタイガース、1954年の1年間ブルックリン・ロジャースに在籍している。1955年に記者投票によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出。その後は1967年に優退するまでフルサホワイトソックスのスカウトを務めた。晩年はルイジアナ州サルファの老人療養施設にて過ごし、 1986年7月25日に同施設で死去86歳ボーツライオンズのホワイトソックス在籍時の背番号16シカゴホワイトソックスの永久欠番に1987年指定死の翌1987年ライオンズの背番号16はホワイトソックスの永久欠番に指定されており欠番指定当時 ホワイトソックスの永久欠番選手で最も長く生きた人物だった。ありがとうございます。